日本のせんべいとその断面せんべいとは、穀物の粉を使って作る、食べ物の一つである。多くは薄く丸い形状をしている。せんべいや日本の米を原料とするせんべいは、ベーカせんべいともいい、うるち米をつぶしたりついたりして伸ばしたものを焼いて作る、ベーカであり、これは、焼きせんべいと揚げせんべいに分けることができる。醤油や塩による味付けをしたものが多く、せんべいを焼いて売る。 せんべい屋も見られる。時代を遡り、すりつぶした栗や、イモインなどを同様に、一口大程度に平たく押しつぶして焼いたものが、縄文遺跡の住居跡からも出土している。吉野狩遺跡やトロ遺跡の住居跡から、一口大程度に平たくつぶし焼いた、穀物製の餅が出土しており、すでに、弥生時代にはせんべいに近いものが食されていたのでは、ないかと考えられている。 草加せんべい発祥の地の日現在のようなせんべいは日光街道の2番目の宿場町だった草加塾で団子屋を営んでいたおせんという老婆がある日侍に団子を平らにして焼いたらどうかと言われて売り始めたのが起源でありせんべいという名称は老婆の名前に由来するという伝承がよく知られている草加塾一帯の農家では蒸した米を潰して丸め 干したものに塩をまぶして焼き、感触として食べていた。草加塾が日光街道の宿場町として発展したことに伴い、この塩味のせんべいが、旅人向けの商品として売り出され、各地に広まった。その後、利根川沿岸で生産された醤油で味をつけるようになり、現在の草加せんべいの原型となった。これは船によって、江戸に伝えられ広まっていった。他方で、 日光街道草加松原の茶屋に置いて売られていた団子を焼き餅にして売ったらどうかと提案されて売り出されたものが名物となったという説もある。台湾や東南アジアではタロイモせんべいが存在し、ミクロネシアポリネシアメラネシアといったヤムイモやタロイモを主食とする環太平洋諸島にはタロイモやヤムイモを原料とするせんべいに近い食品が存在する。 中華圏の線、餅という字は、もともと中国では主に小麦、俗、緑豆などの粉を水で練って平たく成形した食品全般を指す。また、線は鉄板で焼くことを指す。つまり、中国のせんべいは小麦粉などの粉を水で練って鉄板で焼いたものである。中国のせんべいはいずれも柔らかくて巻いたり曲げたりして食べることが可能なものであり。 形状は、クレープや動作に似ている。別名、カオルカとも呼ばれる。中国においては、現在も三島せんべい、天津せんべいなど、一線洋食に似た作りの軽食が作られている。日本のお好み焼きもこれらのせんべいの一種として、日式、雑菜せんべいなどと呼ばれることがある。日本の揚げせんべいの類を、旋回支援米シャンベと、音訳で呼ぶ場合がある。米価で、 せんべい類とされる物持ち米を利用した米貨は小さい形状ならあられ、あられより大きいくらいならおかき、その他は揚げ餅と分けられる。関西ではおかきやあられ屋があるなど地域差がある。小麦粉、卵などを原料にするもの、じゃがいもなどのデンプンを用いるもの等の類似の外観や食感を持つものもせんべいと呼ぶ場合がある。小麦粉を原料とするものは 主に関西で古くから作られている。材料は主に小麦粉、砂糖、卵などで、カステラやビスケットに近く、味は甘めのものが多い。そのため甘みせんべいとも言う。瓦せんべいなどが代表的なものであり、八つ橋のように米を材料とするものもある。これは、東芳市の伝統を受け継いでおり、北海道根室市や長崎県平戸市のオランダせんべいのように、 洋菓子であるワッフルの原料、製造法から創作されたものもある。青森県南部地方発祥の南部せんべいは、基本は小麦粉と塩だけの素朴なせんべいである。ジャガイモなどの澱粉を用いるものとしては、愛知県の千田半島の名物となっている、エビせんべいなどがある。これは、澱粉に魚やエビの乾燥品を混ぜて焼いたもの。塩辛い味が基本だが、現在ではわさび味、カレー味、 キムチ味など、様々な味のものが作られている。九州などでは、せんべいを、せんべいでなく、せんべいと、半濁音で発音する人もいる。にかせんべい、九十九島せんべい、湯せんべいといった例がある。場合によっては、醤油味、塩味を、せんべい、甘いものを、せんべいと呼び分ける例もある。ABC 全国米化工業組合、せんべいの歴史、神田丹平、 2020年3月4日閲覧。草加せんべいの歴史と現在。草加市。2020年3月4日閲覧。覧。何といっても草加せんべい日本大百科前書。デジタル大事選塩せんべいとは。コトバンク。2021年5月13日閲覧。田ゴ作本舗。田ゴ作せんべい。田ゴ作せんべい公式ホームページ。2019年2月8日閲覧。 よくあるご質問98サラダ味のサラダってどんな味を言うのですか亀田製菓2020年3月4日へずらんありがとうございます